はい。カニウっていう集落に向けて車を走らせたら、すぐ目の前に見えるカニウの滝、ご覧ください。竹の間の観光スポットになっているみたいです。説明で言うと、落差15メートル、滝壺は深さ2メーターあるらしくて、大うなぎもいるらしい、カニウ集落に来ました。有名なんだよ。こんなとこでジャム作ってるんだね。なんかいいね。書いてあるよ、まあそうって。ほら、マーサさんでジャムとアイスを買いました。もうね、カニウもそうだけど全部同じこと言ってるけど、田舎すぎる。マーサのね、古民家カフェどころじゃないところ。古民家どころじゃない。なんか私チラッと見ちゃったんだけど、電気なかったよ。あー、海すごい。ました、カニウの海。ここもね、プライベートビーチです。うおー、うわー、また違った色。で、あそこの2つ、内島、よろ島じゃないかも。ここは砂利っぽい。では、かけろまハニーアイス。ハチミツの味する。香りすごいね。うん、香りすごい。美味しい。めちゃくちゃ美味しいハチミツアイスよ、これ。で、アイスと一緒に買ったっつうのが、タンカン&ヒマバナナのジャム。すごい、果肉感が結構ちゃんとしてるジャム。かけろまさんのちゃんと果物、いわ、タンカン、ヒマバナナを使った。これをさ、海バッグにさ、持ってさ、写真撮ったら超映えじゃん。いや、加入から世相に戻って、世相からさねえ区に向かってる途中なんですけど、途中で竹名集落に寄りました。ここの海も綺麗ね。今魚が映ったかな。あれ、でかいよね。でかいでかい。結構大きいのがいるんですけど、竹名ガジュマルっていう大きな、またガジュマルの木があるらしいんで、これじゃない？これ。でも確かに上、上、たまちゃん上。あ、これだ。でっか。これだ。でっか。いやー、すごいな。これはでかいわ。いや、だからこの寸法ってことでしょ。そう。あの奥にあるやつもガジュマルしてる。繋がってるよ。これ全部だから、この上の方までこれ全部ガジュマルよ。はい、ということで、竹田ガジュマルでした。GoPro だとね、やっぱりね、いつも思うんですけど、言ってるんですけど、伝わらサイズ感とかね、あんま伝わらないんで。いや、これはね、たまちゃんが172センチくらいあるでしょ、うん、からのこれは、めちゃくちゃ、ね、ぜひ皆さんもね、結構歩いて5分もしないぐらいで作って、ぜひ来てください。写真撮ろうよ。撮ろう。はい、着きました、サメク。イエーイ。かけろま島の、まあ、最北端、北西端というか、一番海が綺麗というところで有名な名所なんですけれども、他のところはプライベートビーチで他のお客さんとかいなかったんですけど、サネクは見て、超混んでる、超混んでる。まあ、これで超混んでるっていうのもどうなんです。で、海見て、透明よ。ツアーとかも来てるぐらいだもん ね。で、この手前にあるなんか茶色っぽいの、これ全部ね、天然のモズクでございます。なんか地元の方が多分ね、めちゃくちゃ今モズクを取ってますね、野生のモズクを。せっかくなんでサネクでね、シュノーケリングやら海遊びたくさんしてくれると思います。絶対無理。なんかシュノーケルセットとかなんか借りられるもん、ちょっと借りてこようと思います。よし、行ってきます。今ね、ちょっと防水の GoPro のアタッチメントもつけましたんで、これで水中撮影も完璧ってことで、早速潜りに行ってこようと思います。レンタルもしてきました。よし、
なんて。かわいかった。隠れ熊の実かわかんないけど、隠れ熊の実かわかんないけど、イソギンチャクのとこにいた。結構大きい天狗ハギみたいな、こんぐらいのもいたし。いや綺麗だった、大満足。いいね。レトルトのカレーのしただけかと思ったら、見て定食みたいなやってきた。豪華豪華。舐めてた海の家みたいなやつをやっぱ想像して、ね、でこれ多分レトルトじゃないよね、なんかゴーヤ入ってる、絶対作ってる。何五穀米みたいな、うん、ポテサラもなんか、うまっ。羽くんにね、ちょっと左奥の方に港マットで来てみました。羽くんの綺麗さがまた分かるね。水色、プールの色、透明度本当にやばいね。すごいね。マジか。こんな多いんだ。本当にみんなには肉眼で見てほしい。YouTube とかね、動画では伝わりきれないとこ本当にあるから。一回世相の方に戻りたいと思います。世相からね、腕が出るんで。すごいね。一番綺麗だわ。ここは絶対大満足。来年も来ます。宣言。うまいうまい。また買っちゃった。はい、ということで加計呂麻島の一泊二日の旅行というか観光が終わりまして、ボニアに戻ってまいりました。加計呂麻島ね、だいたい8割ぐらいかな、満喫できた。いろんな箇所回れたんでね。ぜひ皆さんも加計呂麻行かれる際は参考にしてみてください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。奄美の観光動画とか、他の加計呂麻島の観光動画とか、僕のチャンネルの方で僕が出してるんで、ぜひ見てみてください。この右上の方にも動画出てると思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。